絶対に貯金ができる唯一の方法。なかなかお金はたまらないなと思っている人は多いのではないでしょうかたまる人とたまらない人の違いは何なのでしょうか私の友達にブルース・リーファンの人がいて、香港に行くのが夢なのですが、なかなかたまらないと嘆いているのを聞くたびに、私も貯金が得意な方ではなかったので、気持ちはわかるし、なかなか難しいよなと思ったものでした。そこで、お金のプロであるファイナンシャルプランナーの方たちだけでなく、日本のお税者ランキング1位になられたことのあるイ藤ひとりさんも、おすすめする絶対に貯金ができる唯一の方法を、今回、紹介します。 方法は非常に簡単ですが効果的でシンプルであるので続けていくのは難しくないのでおすすめです。あとこの方法をお話しする前にお話ししておきたいことがあります。それは何事にも心を開いて中立的な立場で自分のためになることは何でも吸収していこうという態度の必要性です。はじめから疑った心で何かを聞いても本人のためにならないですがだからといって何でももう目的に信じてくださいと言っているわけでもありません。ここまでお話を聞いてくださったのですから信頼してここまで聞いてくださっていると思います。 それでは、絶対に貯金ができる唯一の方法をお話ししていきます。なぜお金が貯まらないのでしょうかお金の貯まる人と貯まらない人の違いは何なのでしょうか特別なテクニックや秘密があるのでしょうか真実は非常に簡単なので見落としがちです。はじめは大変ですが、この方法を利用すればするほど加速度が増していき、最後にはあなたの目標が達成されるというわけです。スピリチュアル的な言い方になりますが、お金はお金を呼ぶので、貯金をし始めると、どんどん貯まり始めます。違う言い方をすると、人間が意識を向けたものが拡大するということです。 これは宇宙の真理なのであなたが諦めなければやがて現実となりますつまりこの場合には貯金に意識して貯金し始めるとどんどん貯金されていくということですでは具体的にどのようにしたら良いのでしょうか絶対に貯金ができる唯一の方法は給料をもらったら先に貯金をして残った金額でやりくりをするのですその貯金する金額ですが一番最初は無理のない金額からスタートするのをお勧めします 貯金するだけでなく続けていくこともコツのうちですから最初は1000円くらいの少額から始めて次の月には2000円と少しずつ金額をアップしていき収入の1割くらいを貯金に回すのが無理なく続けられると思います人により収入の金額や一人暮らしか実家暮らしによっても貯蓄額が変わってきますがある程度参考にする例をここで挙げておきます 実家暮らしなら3分の1、一人暮らしで家賃が収入の3割なら1割を貯金に、1人暮らしで家賃を収入の2割くらいに抑えているなら2割の貯金というように簡単なルールを決めておくと良いです。それで毎月貯められるようにするより良い方法としてシステム化するのをお勧めします。やり方としては給料から転引きされる形で自動的に貯金用の口座に移るように設定してください。自分で自動積み立て定期預金口座などを解説しても良いです。あと固定費を見直すとお金がより節約できて長い目で見ると結構な金額を貯金に回せます。 都市部に住んでいるのなら、電気代とガス代をまとめて安くしたり、携帯、スマホを格安 SIM にしたりして、浮いた金額をそのまま貯金するというやり方もあります。それでは、まとめです。絶対に貯金ができる唯一の方法は、給料をもらったら、先に貯金をして残った金額で、やりくりをするです。今回はいかがでしたか良ければ、グッドボタン、悪ければ、バッドボタン、チャンネル登録も、お願いします。絶対に貯金ができる唯一の方法。 なかなかお金は貯まらないなと思っている人は多いのではないでしょうかたまる人とたまらない人の違いは何なのでしょうか私の友達にブルース・リーファンの人がいて香港に行くのが夢なのですがなかなかたまらないと嘆いているのを聞くたびに私も貯金が得意な方ではなかったので気持ちはわかるしなかなか難しいよなと思ったものでしたそこでお金のプロであるファイナンシャルプランナーの方たちだけでなく日本のお税者ランキング1位になられたことのあるイ藤ひとりさんもおすすめする絶対に貯金ができる唯一の方法を今回紹介します 方法は非常に簡単ですが効果的でシンプルであるので続けていくのは難しくないのでおすすめです。あとこの方法をお話しする前にお話ししておきたいことがあります。それは何事にも心を開いて中立的な立場で自分のためになることは何でも吸収していこうという態度の必要性です。初めから疑った心で何かを聞いても本人のためにならないですがだからといって何でももう目的に信じてくださいと言っているわけでもありません。ここまでお話を聞いてくださったのですから信頼してここまで聞いてくださっていると思います。 それでは、絶対に貯金ができる唯一の方法をお話ししていきます。なぜお金がたまらないのでしょうかお金のたまる人とたまらない人の違いは何なのでしょうか特別なテクニックや秘密があるのでしょうか真実は非常に簡単なので見落としがちです。はじめは大変ですが、この方法を利用すればするほど加速度が増していき、最後にはあなたの目標が達成されるというわけです。スピリチュアル的な言い方になりますが、お金はお金を呼ぶので、貯金をし始めると、どんどんたまり始めます。違う言い方をすると、人間が意識を向けたものが拡大するということです。 これは宇宙の真理なので、あなたが諦めなければ、やがて現実となります。つまり、この場合には、貯金に意識して、貯金し始めると、どんどん貯金されていくということです。では、具体的にどのようにしたら良いのでしょうか絶対に、貯金ができる唯一の方法は、給料をもらったら、先に貯金をして残った金額で、やりくりをするのです。その貯金する金額ですが、一番最初は、無理のない金額から、スタートするのをお勧めします。 貯金するだけでなく続けていくこともコツのうちですから最初は1000円くらいの少額から始めて次の月には2000円と少しずつ金額をアップしていき収入の1割くらいを貯金に回すのが無理なく続けられると思います人により収入の金額や一人暮らしか実家暮らしによっても貯蓄額が変わってきますがある程度参考にする例をここで挙げておきます 実家暮らしなら3分の1、一人暮らしで家賃が収入の3割なら1割を貯金に、1人暮らしで家賃を収入の2割くらいに抑えているなら2割の貯金というように簡単なルールを決めておくと良いです。それで毎月貯められるようにするより良い方法としてシステム化するのをお勧めします。やり方としては給料から転引きされる形で自動的に貯金用の口座に移るように設定してください。自分で自動積み立て定期預金口座などを解説しても良いです。あと、固定費を見直すとお金がより節約できて長い目で見ると結構な金額を貯金に回せます。 都市部に住んでいるのなら電気代とガス代をまとめて安くしたり、携帯、スマホを格安 SIM にしたりして浮いた金額をそのまま貯金するというやり方もあります。それではまとめです。絶対に貯金ができる唯一の方法は給料をもらったら先に貯金をして残った金額でやりくりをするです。今回はいかがでしたか良ければグッドボタン、悪ければバッドボタン、チャンネル登録もお願いします。絶対に貯金ができる唯一の方法。 なかなかお金は貯まらないなと思っている人は多いのではないでしょうかたまる人とたまらない人の違いは何なのでしょうか私の友達にブルースリーファンの人がいて香港に行くのが夢なのですがなかなかたまらないと嘆いているのを聞くたびに私も貯金が得意な方ではなかったので気持ちはわかるしなかなか難しいよなと思ったものでした。そこでお金のプロであるファイナンシャルプランナーの方たちだけでなく日本のお税者ランキング1位になられたことのある斎藤一さんもおすすめする絶対に貯金ができる唯一の方法を今回紹介します。 方法は非常に簡単ですが効果的でシンプルであるので続けていくのは難しくないのでおすすめです。あとこの方法をお話しする前にお話ししておきたいことがあります。それは何事にも心を開いて中立的な立場で自分のためになることは何でも吸収していこうという態度の必要性です。初めから疑った心で何かを聞いても本人のためにならないですがだからといって何でももう目的に信じてくださいと言っているわけでもありません。ここまでお話を聞いてくださったのですから信頼してここまで聞いてくださっていると思います。 それでは、絶対に貯金ができる唯一の方法をお話ししていきます。なぜお金が貯まらないのでしょうかお金の貯まる人とたまらない人の違いは何なのでしょうか特別なテクニックや秘密があるのでしょうか真実は非常に簡単なので見落としがちです。はじめは大変ですが、この方法を利用すればするほど加速度が増していき、最後にはあなたの目標が達成されるというわけです。スピリチュアル的な言い方になりますが、お金はお金を呼ぶので、貯金をし始めるとどんどんたまり始めます。 違う言い方をすると、人間が意識を向けたものが拡大するということです。これは宇宙の真理なので、あなたが諦めなければ、やがて現実となります。つまり、この場合には、貯金に意識して、貯金し始めると、どんどん貯金されていくということです。では、具体的にどのようにしたら良いのでしょうか絶対に、貯金ができる唯一の方法は、給料をもらったら、先に貯金をして残った金額で、やりくりをするのです。その貯金する金額ですが、一番最初は、無理のない金額から、スタートするのをお勧めします。 貯金するだけでなく続けていくこともコツのうちですから最初は1000円くらいの少額から始めて次の月には2000円と少しずつ金額をアップしていき収入の1割くらいを貯金に回すのが無理なく続けられると思います人により収入の金額や一人暮らしか実家暮らしによっても貯蓄額が変わってきますがある程度参考にする例をここで挙げておきます 実家暮らしなら3分の1、1人暮らしで家賃が収入の3割なら1割を貯金に、1人暮らしで家賃を収入の2割くらいに抑えているなら2割の貯金というように簡単なルールを決めておくと良いです。それで毎月貯められるようにするより良い方法としてシステム化するのをお勧めします。やり方としては給料から転引きされる形で自動的に貯金用の口座に移るように設定してください。自分で自動積み立て定期預金口座などを解説しても良いです。あと、固定費を見直すとお金がより節約できて長い目で見ると結構な金額を貯金に回せます。 都市部に住んでいるのなら電気代とガス代をまとめて安くしたり、携帯、スマホを格安 SIM にしたりして浮いた金額をそのまま貯金するというやり方もあります。それではまとめです。絶対に貯金ができる唯一の方法は給料をもらったら先に貯金をして残った金額でやりくりをするです。今回はいかがでしたか良ければグッドボタン、悪ければバッドボタン、チャンネル登録もお願いします。絶対に貯金ができる唯一の方法。 なかなかお金はたまらないなと思っている人は多いのではないでしょうかたまる人とたまらない人の違いは何なのでしょうか私の友達にブルースリーファンの人がいて香港に行くのが夢なのですがなかなかたまらないと嘆いているのを聞くたびに私も貯金が得意な方ではなかったので気持ちはわかるしなかなか難しいよなと思ったものでした。そこでお金のプロであるファイナンシャルプランナーの方たちだけでなく日本のお税者ランキング1位になられたことのある斎藤一さんもおすすめする絶対に貯金ができる唯一の方法を今回紹介します。 方法は非常に簡単ですが効果的でシンプルであるので続けていくのは難しくないのでおすすめです。あとこの方法をお話しする前にお話ししておきたいことがあります。それは何事にも心を開いて中立的な立場で自分のためになることは何でも吸収していこうという態度の必要性です。初めから疑った心で何かを聞いても本人のためにならないですがだからといって何でももう目的に信じてくださいと言っているわけでもありません。ここまでお話を聞いてくださったのですから信頼してここまで聞いてくださっていると思います。 それでは、絶対に貯金ができる唯一の方法をお話ししていきます。なぜお金が貯まらないのでしょうかお金の貯まる人とたまらない人の違いは何なのでしょうか特別なテクニックや秘密があるのでしょうか真実は非常に簡単なので見落としがちです。はじめは大変ですが、この方法を利用すればするほど加速度が増していき、最後にはあなたの目標が達成されるというわけです。スピリチュアル的な言い方になりますが、お金はお金を呼ぶので、貯金をし始めると、どんどんたまり始めます。違う言い方をすると、人間が意識を向けたものが拡大するということです。 これは宇宙の真理なので、あなたが諦めなければ、やがて現実となります。つまり、この場合には、貯金に意識して、貯金し始めると、どんどん貯金されていくということです。では、具体的にどのようにしたら良いのでしょうか絶対に、貯金ができる唯一の方法は、給料をもらったら、先に貯金をして残った金額で、やりくりをするのです。その貯金する金額ですが、一番最初は、無理のない金額から、スタートするのをお勧めします。 貯金するだけでなく続けていくこともコツのうちですから最初は1000円くらいの少額から始めて次の月には2000円と少しずつ金額をアップしていき収入の1割くらいを貯金に回すのが無理なく続けられると思います人により収入の金額や一人暮らしか実家暮らしによっても貯蓄額が変わってきますがある程度参考にする例をここで挙げておきます 実家暮らしなら3分の1、一人暮らしで家賃が収入の3割なら1割を貯金に、1人暮らしで家賃を収入の2割くらいに抑えているなら2割の貯金というように簡単なルールを決めておくと良いです。それで毎月貯められるようにするより良い方法としてシステム化するのをお勧めします。やり方としては給料から転引きされる形で自動的に貯金用の口座に移るように設定してください。自分で自動積み立て定期預金口座などを解説しても良いです。あと、固定費を見直すとお金がより節約できて長い目で見ると結構な金額を貯金に回せます。 都市部に住んでいるのなら電気代とガス代をまとめて安くしたり、携帯、スマホを格安 SIM にしたりして浮いた金額をそのまま貯金するというやり方もあります。それではまとめです。絶対に貯金ができる唯一の方法は給料をもらったら先に貯金をして残った金額でやりくりをするです。今回はいかがでしたか良ければグッドボタン、悪ければバッドボタン、チャンネル登録もお願いします。